ベルバーノクジオオッソラ県は、イタリア共和国ピエモンテ州に属する県の一つ。県とはベルバーニア。県名は、県域に含まれる三つの地域の名を並べたもので、ベルボのクーチンオオソラというように、ハイフンでつなげて表記することもある。ベルバーノは、マッジョーレコの別名であり、クジオは、オルタコの画商である。オッソラは、二つの湖の北方にあたる、山岳地域を指す。 ベルバーのくじをオっソラ県外略図ピエモンテ州北部に位置する県で、アルプス山脈の南陸にあたり、北にスイスと国境を接する。県域南東部、マッチョーレコのほとりに位置する県と、ベルバーニアは、 ルガーノの西南西約 32km、ロカルノの南西約 32km、ノバーラの北約 54km、ミラノの北西約 71km、州都トリノの北東約 118km の距離にある。北のスイスに突き刺さるような三角形の県域を持ち、北東側の国境線ではティチーノ州、北西側の国境線ではバレー州と接する。また、 南東部に広がるマッジョーレコの対岸はロンバルディア州である。隣接する県、及びそれに相当する行政区画は以下の通り。水系と谷筋峠県北部のバルツォからスイスのシンプロンにシンプロン峠が越える。シンプロン峠越えのルートの名は1982年まで世界最長の鉄道トンネルであったシンプロントンネルに名を残している。 2001年の国勢調査に基づく居住地区別人口統計によれば人口5000人以上の都市、集落は以下の通り。うちは所属コムーネ名を示すが都市名と同一の場合は省いた。県域は県名に併記された3つの地域に大別される。県の東南部に広がるマジョーレ湖沿岸には県とベルバーニアが位置する。県民の多くは マッチョウレコ周辺に暮らしている。県の南部にあるオルタコ沿岸地域では、オメーニャが主要都市である。オスソラあるいはバルドスソラは、二つの湖の北方にあたる山岳地域を指し、中心都市はドモドスソラである。マッチョウレコに注ぐトーチェ川が生み出した谷筋であり、その支流はいくつもの小さな谷筋を発達させている。2006年に、 太陽光を導く巨大な鏡を設置して話題になったビガネ・ラブラはこの県に属する。21世紀に入って以降以下のコムーネ島配合が行われている。世界遺産、ピエモンテ州とロンバルディア州のサクリモンテに含まれる9つのサクロモンテのうち以下の施設が県内にある。アーネスト・ヘミングウェイの小説、武器をさらばの舞台となったのはこの地域である。 第一次世界大戦中、マッジオーレコハンのストレーザで恋人と再会した主人公は湖を渡ってスイスへの逃避を図る。シンプロントンネルスイスとの国境方への鉄道が走っている。ドモドスソラとスイスのブリークとを結ぶシンプロントンネルは1906年に開通し、その後70年以上にわたって世界最長のトンネルであった。ありがとうございます。